はい、続きましてですね、こちら、純米吟醸無尽蔵、こちらをご紹介いたします。純米吟醸酒、こちらに使われているお米はですね、地元長野県佐久で作られた全量佐久産の人心地という酒造公的米を使っております。アルコール度数16度、日本酒度少しやや辛めのタイプのお酒になるんですけれども、ほのかな お米の甘みを感じながらですね、吟醸らしいすっきりとした飲み口、キレのあるお酒になって仕上がっております。こちら無尽蔵は、これは定番酒として通年販売のものになりますけれども、季節の生酒、夏吟醸、冷やおろしと、そういったシリーズとしてでも展開されているお酒になっております。